肥大科は、鈴木木菱大屋木に所属する魚類の分類群の一つ。肥大など、深みで生活する、低生魚を中心に少なくともに属11種が記載される。系統学的な評価、位置づけには、不明な点が多く、分類の極めて不安定なグループとなっている。肥大科の魚類は全て海水魚で、太平洋、インド洋、大西洋など、 世界中の温暖な海に広く分布する。主に海底付近で生活する低生性魚類の一群であり、水深50から600メートルにかけての中心度に分布する種類が多い。群れを形成し、底引き網などで漁獲されることもあるが、食用として利用されることはほとんどない。岸大族の一種。体高が高く、 菱型の体型を持つことが、本家魚類の特徴である菱大科の仲間は、左右に平べったく側平たし、体高は顕著に高い。赤色や大色を基調とした体色を持ち、全長30センチメートル程度にまで成長する小、中型の魚類である。背びれ、尻びれのトゲ状は、それぞれ7から9本及び2から3本。腹気は1と弦を難状で、尾ひれは丸みを帯びる。 鱗は小さく、串鱗である。下腹を持ち、椎骨は21から23個。菱大化科は、菱大だ木を構成する唯一の都がとされているものの、分類学上の位置づけは、極めて不安定である。菱大族属とかプロス属は、腹期の構造に、共通の形質を持つと考えられてきたが、近年のより詳細な形態学的解析によれば、両属は、 いかなる共有派生形質も持たず、かそのものの単系統制を支持する根拠は乏しいことが示されている。外見上の類似性から、本屋目はかつて、マトウダイ目に含められていたが、尾ひれの支持骨格はむしろ鈴木目と近いことが指摘され、現在では暫定的に鈴木目の内部に置かれるようになっている。岸大家、マトウダイ目、フグ目の3グループが密接な類縁関係を持ち、 単一のクレードを構成するという報告もあるものの、その評価については見解が分かれている。菱大アモクには、原生の菱大化の他に、絶滅したグループとして、装備ニッパーシデイカ及びソアザニクシーデイカのニカが知られる。いずれもイタリアにおける、私神予の地層から化石が報告され、菱大化と近い関係にあることが示唆されている。菱大化には、 ネルソンの体系においてに赤2属11種が認められている。本校ではフィッシュブイスに記載される2属18種についてリストする。非主題。南日本を含むインド太平洋から大西洋にかけて幅広く分布する種類。若菜は背びれから腹びれにかけて大々色の横縞を持つカプローニ赤の一種。地中海、大西洋北東部に分布し、ヨーロッパでは 古くから知られる魚類の一種である菱田やか、アンチゴニーナエは一族十七種からなり、四神魚、中神魚の化石種も知られている。側平たとした体は非常に薄く、体色は一般に赤みが強い。体高が著しく高く、菱型の体型となる。多くの鱗は後方に曲がった隆起を持つ。背びれのヒレ状は八から九本のトゲ状と、 26から38本の軟状で構成される。尻びれは三棘で軟状部とは分かれる。尾ひれの首びれ状は12本で、内10本は分子する。後蓋骨の上顎突起は、尾骨の前端と関節。カプローニー赤は一族一種で、カプロスエイパーのみを含む。尾ひれの首びれ状は14本で、内12本が分子する。5個の明瞭中尾骨を持ち、 マトウダイメの魚類とは異なり互いに融合はしない。マトウダイカと極めてよく似た外部形態を持つが腹部のトゲ板を描くなどの違いがある。ありがとうございます。